株式会社ファーストリテイリングは株式会社ユニクロや株式会社 GU などの医療品会社を参加に持つ持ち株会社である。陶器上の本店を山口県山口市佐さんに実質的本社となる東京本部を東京都港区赤坂に置いている。東京証券取引所第一部上場。世界のカジュアル医療品の企業の中での売上はザラを。 要するインディテックス H&M に次ぐ第3位時価総額は世界1位である。メディアではファストリーと略称されることもある。カジュアル医療品のユニクロを中心として医療、靴等の小売店舗を展開する企業群を参加に有する。社名は英語で素早くを意味するファーストと 小売業を意味するリテイリングを組み合わせた造語でファストフード的に素早く商品を提供できる小売業すなわちファストファッションを目指して名付けられたものである企業理念は服を変え常識を変え世界を変えていくである経営者である柳井ただ代表取締役会長兼社長のもとザラギャップに代表されるような世界的な衣料品企業を目指し積極的に 海外展開及び M&A を行いグループを拡大している。現在はインディテックス、H&M に次ぐ世界3位の売上高を誇る。2019年8月期決算では営業利益において初めて海外部門が上回った。特に中国、香港、台湾で構成されるグレーターチャイナが海外成長の原動力となっており、これからも 中国を中心としたアジアに注力していくと、柳井社長は表明している。代表的ブランドのユニクロは、もともとファーストリテイリングが自社で直接手掛けていたブランドだったが、2005年11月に医療品の製造、小売に関する営業を会社分割し、完全子会社の株式会社ユニクロに承継している。当初は持ち株会社移行時に称号を、 株式会社 FR ホールディングスへ変更することを発表したが、後に撤回した。2010年から日本銀行が上場投資信託の大規模購入を続けた結果、運用会社を介して、ファーストリテイリングの株式を5%ルールへ定職するほどに保有した。社内英語化を推進しているが、代表取締役の柳井忠は、 海外メディアのインタビューには原則日本語で答えている。多角化による経営の安定化を狙い、M&A だけではなく、ファーストリテイリング自らも事業展開を模索している。1997年から1998年にかけてスポーツカジュアル医療品店のスポクロ、ファミリーカジュアル医療品店のファミクロを展開していた。 ユニクロ事業の拡張の一環として位置づけられていたが、専門店としては業績が思わしくなく、医療ブランドをユニクロに一本化するために撤退している。一方で、2006年10月より新医療ブランドとして GU ブランドを立ち上げている。ユニクロに比べて品質よりも価格を重視したブランドと位置づけられており、首都圏、近畿圏からスタートし徐々に、 全国展開を行っているものの、店舗展開ペースはユニクロよりもかなり緩やかである。従来は商業施設内にユニクロなどのグループ企業のブランドを出展する事業のみであったが、2005年からは自らも商業施設自体の開発、運営に乗り出している。建物全体を一括して借り上げて、テナントを誘致、ミーナという名称で商業施設を運営している。 現在4案件が運営中である。2002年9月に子会社 FR フーズを設立、スキップのブランド名で、長田農法による農作物の販売に着手。ウェブサイト、会員宅配、トラック、店ト式仮店舗という4つの販売チャンネルで展開していたが、高めの価格設定や、会員宅配が消費者から受け入れられず、黒字化の目処が立たなくなり、事業の継続を、 残念、2004年3月に同社を解散した。社内では2から3年で黒字をメドに決めており、約28億円の赤字が出たとされる。多角経営の位置テストと見られ、今後の多産業進出への参考と位置づけられている。広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。